お寿司をね食べに行ったんですよ、稲見と。その時にあの永遠にたどり着けなかったっていう話をしようと思ってまして、お寿司屋さんをね予約したんですよ。でまあ予約なんで、あの店舗名とかが出るんですよ。でまあ、最寄りの駅に稲見ライトを待ち合わせして、おーっすーって言って、お疲れー言ってね、で駅から一緒に行こうかってこう歩いてったんですけど、行ってまあまあここやなーと思って、予約してた火鉢ですーってこう入ってくんですよね。 でタッチパネルみたいなところでその予約番号みたいに入れるんですよ。でこう予約番号入れて押したんですよね。でほんならなんか予約されてませんみたいなね、こう画面が出るんですよ。予約してへんよ、絶対ないしなーと思って、絶対してるんですよ。だってその予約確認メールみたいなのが届いてるんで、絶対してるのになと思って。でも店員さん呼ぶんですよね。で店員さん呼んで、すいませんって、予約した日はちっていうものなんですけど、何時からの予約になってて、今もう時間過ぎてるんで、これこの画面で見せたんですよ、画面をね。これちゃんとこれ予約できてますよねって言ったら、うちピー寿司ですね、違う寿司やったんですよね、違う寿司屋やったんですよね。恥ずかしかった。普通もそこらかしこに書いてあった店舗名、ふん寿司あん時の店員さんの顔マジで一生忘れられないほんまにほんまにおもろかった。もうね、えげつないあれでしたね。形相してましたね。もう気まず、なんとも言えない、もう世界一言いにくそうな顔してました。でどうやらその似たような名前のね、その商業施設が、その要は何々ないみたいな、なんちゅうんやろな、その例えば A っていう商業施設やったら A ない店みたいな感じなんですよ、その名前がね。そのふふふ寿司、その A 内定みたいな名前やったんですけど、その A っていう名前にめちゃくちゃ似通ったそのショッピング施設が何個もあったんですよ、近くにね。で、あ、こっちじゃなかったかって、あっちこう指さしたらね、あっちにもう同じような名前あるやんってこう言って、そっち行ったんですよね。で、そっちには確かにその間違いなく予約したその店の名前があったんですよ。まあここや、よかった、絶対ここやって言うて、こう上がってくんですよね。で、予約ページというか、その予約したねアプリにその店舗の何やろ、入り口の写真が載ってるんですよね。入り口の写真が載ってて、あれ、なんや、見た目違うな、なんかこんな、あれ、これ明らかに外に面した見た目してるなって思ったんですよね。その写真見て、明らか外に面した見た目してるけど、今俺たちの目の前にある店はなんか物に囲まれてるよなって、めちゃめちゃ他の店にこう隣接してるよなって、ん、何やこれ、なんか違うな、じゃあこれ違うかって、まあ、そこはさすがに入って確認とか、もうさっきのね、間違いがあったんで、もう恥ずかしくて確認するのがね、そう。 でまあ1階まで戻って、でちょっとじゃあ一回ちょっとゆっくり調べようって話になってね、ゆっくり調べたんですよ。もうほんまにどこやろと思って、さっきのとこはもう写真的に違うし、でその前はもう論外やしっていうことで、ゆっくり調べたんですよ。でほんならどうやら入り口がもう全く違う、その同じ建物の裏にあるらしいということをこう分かったんですよ。で、え、同じショッピングモールに2店舗入ってると思いつつ、まあ、そっちのその裏口の方行ったらもう一個入り口があって、でその入り口はもうちゃんと見た目通りやったんですよ。その見た目っていうか、その何ちゅうの、その予約ページに出てる写真通りやったんですよね。で、あここがようやく着いたわーと思って、もう2人でももう安堵の表情、完全にね。もうほんならね、目の前にエレベーターがあったんですよ。もう不思議な感じですよ、ふん寿司みたいな風に書いた、その上がってったらさっきの入り口の階まで着いたんですよ。同じ店舗やったんですね。同じ店舗に入り口が2つあったんですね。20分ぐらい遅刻してるんですよね。2個入り口あるんやったら2枚写真欲しいですよね。こことここから入れますよってね、欲しいですよね。